はい。講師の今中です、えー。今回はですね、マイグレーションについてやっていきたいと思います。えー、マイグレーションとは、なんですが、えー、マイグレーションとは、まあ、一言で言うと、えー、データベースのですね、バージョン管理のような仕組みのことを言います。でマイグレーションを利用すると、えー、チーム内でのですね、データベースの、えー、定義の共有が 便利ですマイグレーションの機能とかそうなかったまあ昔々とかなんですがえー、まあアプリケーションのデータベースの変更をする際に SQL ファイルをですねまあどこぞにえー、メモ帳かなんかに貼っておいてそれをまあチーム内で共有してまあこれをコマンドをローカルで実行してくださいみたいな そういうことをやってた時期とかが、まあ歴史としてあって、で、結局そうなると、なんか、え A さんは動くけど B さん動かないみたいな、なんかそんなことがですね、起きたりするので、まあ、ララベル利用する場合、まあララベルじゃなくてでもですね、必ずこのデータベースのバージョン管理、マイグレーションを利用してください。 はい、あと1つ注意点ですが、マイグレーションは必ず実行とロールバック、つまり、えー、とクリエイト文と、まあ、ドロップ文みたいな。まあ、カラム変更だったら、アドカラムとドロップカラムみたいな、えー。必ず実行とロールバックをセットで用意してください。一応ですね、仕組み上アップ、ダウンってあって、 で、まあ、そこに書けるようになってるんですが、まあ、特に書かなくてでもですね、エラーにはならないので、えー、まあ、使い始めの人とか、えー、書かなかったりする人っていうのが、まあ、結構いたりするわけなんですね。なので、ここら辺は注意が必要です。はい。で、必ず、あの、そうですね、テスト環境とかだったら、実行して、ローバック、確認してください。そうすれば、まあ、ま、いい子ですね。 えーまあ、何かしらあって、ロールバックしなきゃいけない際には、まあ、スムーズに行くんで、まあ、そこまで、えー、きちんとやりましょうという話でした。